Okay. okay let's get into the word of god this morning uh, let's read our key verse together and then we'll pray okay, say no. my old self has been crucified with christ it is no longer i who live but christ lives in me so i live in this earthly body by trusting in the son of god 日本語で読みたいと思います。ガラテア書というところの2章の20節から21節の最初の部分です。では一緒に読みましょう、はい。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。 今、私がこの世に生きているのは私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私は神の恵みを無にはしません。S <S お祈りしとしうございます。ファーザありがとうございます。ありがとうごありがとうございます。 今日この私たちがこの場所に来て、あなたの御言葉を聞く機会があることを感謝しています。あなたの道をもっと知ることができるので感謝しています。今、聖霊様の力によって、私たち一人一人に語りかけてください。In <Jesus'> name. イエス・キリストの So we're talking in this series about self-life, self-first life versus our spiritual life. えー、メッセージのシリーズの中で、自己的な人生対、霊的な人生ということをお話ししています。そして4つの質問をしました、それに対しての4つの答えを語っています。

最初の,質問,に対しての質問についてのおメッセージはです、ね、教会のホームページに行くと、おポッドキャストとか、また YouTube でも見ることができますので、ぜひ見てください。Okay, was, このの自己的な人生の現れ兆候は何か third question is How can this self life be conquered? And the fourth question was What have I got to do? What, is, what do I need to do? And so we finished the first question and got part way through the second question. ついてのメッセージはあー終わりました。そして、2、えー、つ目の質問のに対してのメッセージは半分ぐらい語ったんですが。2、so、was, 二つ目の質問は、この自己的な人生の現れ、兆候とは何か And last week we looked at Jeremiah 7, verses 23 and 24. And it was God speaking here through Jeremiah. He said, But what did I give them? But, but I did give them this command Obey me, and I'll be your God, and you will be my people. Walk in all the ways that I command you, so it will go well for you. エレミア書というところの7章の23節から24節これは神様がエレミアという人を通して、えー、イスラエルの民に語っていますけれどもただ次のことを彼らに命じていった私の声に聞き従えそうすれば私はあなた方の神となりあな,あなた方は私の民となるあなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を 歩め But they しかし彼らは聞かず耳を傾けず悪いかくな,なな心の計り言のままに歩み前進するどころか後退した。の <c oughs> so まず自分を第一とする自己的な人生の兆候というのは、まず第一はですね彼らは聞かなかった耳、を耳を傾けなかった、注意を払わなかったということです。彼らは自分の心の計り事のまま歩んだ。 彼らは固くにな,なり自分の好きなことをやった。そして彼らは神様との関係において、前進する、その神様との関係が深くなるのではなく、後退してしまった。So 今私が語ったポイントはですね、えー、その自己的な人生の根となるう原因ではなく、自己的な人生を生きていくと、どのような人生になるか、そのあ表している身,に身のことを語をています。 ですからそのような自己的な人生が実らす実を見てその身はどこからやってきたんだろうかその原因となる根となるものを見ていきたいと思います。それは実際の木と同じですね。木に実がなっていたらその実を見ることによってその木はどのような根を張っているかということがわかるんですね。 Uh, what kind of fruit it is, whether it's healthy fruit, how or not healthy, by, and that tells you a little bit about what the roots are. And so last week we began to look at some of the roots, which the first one was self will. ですから自己的ななな人生のの原因となる根となるる根ものを先週少しし見ままたがまず第一は身勝手そして二つ目のポイントは、先週見ましたが、自信。And again, えー、この2つのポイントに関して今深く語ることはしません。教会のあホームページのおに行くとですね、メッセージがポッドキャストで聞けますのでぜひ聞いてください。そしてて今日見てみる3つ目のお根となるう原因はうぬぼれ、不安です。 そしてこのうぬぼれということを別の言葉で言い表すとですねプライド高慢な心というものです イエス様はですねその時代の宗教的な指導者に語っていましたそしてその宗教的な指導者たちはイエス様が本当にどういうお方であるかということを認めようとしなかったんですね彼らはイエス様が神の御子であるということを認めようとしなかったんです were afraid that people would listen more and more to Jesus rather than listening to them. The religious leaders were more interested in making sure that the people acknowledged who they were who God is. 宗教的指導者は、人々から自分たちがどういうものであるか、どういう立場にあるかということを見ても認めて欲しかったんですね。神様がどういう神様であるかということを認めずに、自分たちがどういうものであるかということを認めてほしいと思っていたんですね。They felt that their 彼らはですね、その宗教的指導者たちは、自分のユダヤ人の中における立場、地位、そしてまたローマ帝国における立場、地位というものがイエス様のせいで、えー、失われてしまうんじゃないかということを恐れていました。ですから、その恐れがあったので、イエス・キリストは神の一り子であったんですけれども、それを彼らは認めようとしなかったんですね。 And in John five forty one, verse uh, John chapter five verses forty one to forty four. Jesus gives his reply to the religious leaders. He says your approval means nothing to me. Because I know you don't have God's love within you, for I have come to you in my Father's name, and you have rejected me. Yet if others come in their own name, you gladly welcome them. No wonder you can't believe, for you gladly honor each other, but you don't care about the honor that comes from the one who alone is God.. <laughs> 私は人からの栄誉は受けませんただ私はあなた方を知っていますあなた方のうちには神の愛がありません私は私の父の名によって来ましたがあなた方は私を受け入れません他の人がその人自身の名においてくればあなた方はその人を受け入れるのです 互いの栄誉は受けても、唯一の神からの栄誉を求めないあなた方は、どうして信じることができますか in もし私たちが人か,らの人から認められたいとか、人から栄誉を受けたいと思ってしまって、自己的になってしまうと、私たちは、あ、uh,。 神様に栄誉を栄光を返していないという意味です。世代から世代に歴史を通して神様の御心を行わ,ない行わずに自分がしたいことを自己的になっている人が必ずいるんですね。 People. そして自分の周りりのののの世界を見見回しててて自分の仕事場とととかも見てみるるるやは高高高ぶっていいい人人プライダーの高い慢な人がいると思うんですねそような人はですね彼らの 意見が一番大切である人の意見よりも自分があの意見が一番大切だと思っているんですねそしてそのような人たちは自分の意見を認めてください。自分の意見を押し出そうとするんですね。Ful, そしてこの世はですね世の中はそのように高ぶっている、プライドの高い人で満ち溢れています。 そして私たちもですね、注意しないと、そのような態度がこの教会の中にも、ひそかに染み込んでくることがあるんですね。私たちどうでしょうか私たち教会ですること、教会で奉仕していること、使えていることが、ちゃんと人は見ててくれてるかな 人から認められているかなってこう思う気持ちが出てくることありませんか do, praise, 私がこれだけ教会に仕えて奉仕しているのに、人が気づいてくれない、人が褒めてくれない、感謝してくれないっていう気持ちが出てくると、本当につまずくんですね。 That right? Does that happen? そうですかそういうこと、教会の中でも起こることはないです。からそのようなあ思いが自分が認められたい,いという思いがこの教会の中にさえもこう、ひとかにこう、染み込んでくるんです、入り込んでくるんです。So, the そのような気持ちが出てくるときには、こういう質問をしたらいいでしょう。あなたがあ教会で使えているのは、自分がそれを認めてもらって栄誉を受けるためですかそれともただ神様に使いたいから、神様に栄光をしたいからという気持ちで使えているんですか ?Jesus said that he came to s e r v e ました。私は使えるために。 And he said, Your approval really doesn't make any difference to me because I have the approval of my Father in heaven. Envy and jealousy seep into the church when we are looking for honor from others rather than serving to serve the Lord. 神様に使えるためにこの教会で使えるという心がなくなってしまって人から認められた人から栄養を受けたいと思う心が出てくるとこの教会の中には嫉妬心があ妬みとか嫉妬心が生まれてきてしまうんですね。そしてその原因となる根となる

Look at me. Look how religious I am. I even give to the special offerings. What's amazing to me sometimes is uh, sometimes when we have special offerings, people want to give it to me personally. ですねえー、特別う献金をしましょうってこう皆さんにアナウンスする時にです、ね、こう個人的にボクシングをしてくれることができます、ね。Why do I need to receive it personally? Are you trying to be recognized or are you giving it to honor God? Because you're not giving it to me, it goes to God. If you're giving it to me, I'm going to go out and spend it. 私に捧げられるものではありませんそれは神様に捧げられるものですからもし皆さんが私に直接ああそれをくれたらですね私は自分で何か使っちゃう新しい iPhone もらっちゃおうか <laughs> 買ってこようかなって、まあ、そんなことないけどねでもサイトンは私の生命を使って私たちに驚く 悪魔は私たちの人生にあるあらゆる事柄をですね、どんな事柄でも使って私たちが傲慢になるように仕掛けてくるんですね。So、ですから私たちはこの質問を自分にしましょう。私たちがすることの動機は何でしょう 私たちは神様に栄光を開始するために神様に誉れを開始するために神様を褒めた,たえるために仕えているんでしょうか奉仕をしているんでしょうかそれとも私たちがこの教会で仕えたりとか奉仕するのは人から褒められたいという動機があるからでしょうかイエスは千人の人を イエス様は何千人もの人々をの病気を癒しました。イエス様はもう何千人もの人と神様の御言葉を分か,分かち合いました。でも、そのイエス様は人から褒められることを求めていませんでした。イエス様が求めておら、おしゃ求めておられたのは神様に。 栄光を、愛を、お返しすることでした。そして、イエス様が何千人もの人を癒したその理由は、その病気の方々を愛していたから、そして、また、天のお父さんを愛していたから、愛に基づいていました。 そして、イエス様がなさったすべてのことは、天のお父さんに対する従順の心でした。そして、また、イエス様の,その従順な心、天のお父様に従っていくという心は、その天のお父様に対する愛に基づいていたものでした。自己的な人生、 守っている態度というのはそれは私たちの罪の私たちの失敗の根となるものだと思うんですね。人人とととのの間関係に問題が生じててししまったそしてそ原原因因ななる根となる根は James told us in chapter four, verses six through eight, it says, "God opposes the proud, but shows favor to the humble and the oppressed. Submit yourselves then to God, resist the devil, and He will flee from you. Come near to God, and He will come near to you. 聖書のヤコブの手紙というところの4章からの6節の終わりから8節の最初のところまでお読みしたいと思います。神は高ぶる者を退け、減りくだる者に恵みをお授けになる。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方からあー逃げ去ります。 自己というものは罪によって、えー、腐敗されてしまいました。そして、えー、私たちの自己というものの中心にあるものは、高慢さ、プライドです。ですから、イエス様は私たちにこう言っています。自分を捨てなさい。 神に近づきなさいそうすれば神はあなた方に近づいてくださいますと聖書は言っています、so、ですから私たち祈るべきですね神様どうぞ自己的な態度自分をまず第一にしてしまう態度から私を自由にしてください自分の先に というのは私たちが減り下って、そして自分の中には、やはり自己的な態度がある、自分を一番にしてしまう態度があるということを認めるときに、それを認めて神様に神様、どうぞ助けてください。私の中には自己中心的な自己的な態度がありますから、助けてください。そのようなものを、私を自由に解放してくださいと、祈る。 べきだと思います really, it, 神様に尋ね求めることができるものの中で最高のものって何だと思いますかそれは <Yeah. S 3> それはやはり事故から事故をまず大事にしてしまう態度から解放される自由になるというものではないでしょうか

す,すべての決断において神様が近くにいてくださる。Is is no、というのは、私たちが決めることから決め事において、 決ごとに対して神様がそれはチっぽケだって思うことはないんですね。どんなチップケに私たちが思えても神様は私たちの決断、あらゆる決断に興味を持ってらっしゃる、気にかけてくださっているんですね。God said if we will come near to him, he will be near us.He will come near to us in every situation we face in life. ですから神様はこうおっしゃっています。私たちが神様に近づいていけば、どんな状況においても、人生のあらゆる状況において神様に近づいていくと、 神様が私たちに近づいてくださる kind of love, 私たちが適切にリーチアウトしたりとか、神様の愛を、分かち合うときに必要なものは、やはり神様がそばにいて神様の愛だと思いませんか See, 自己的な態度、自分をまず第一にする態度の中心にあったものの一つはですね、ここに書いてありますね。彼らは神様のおっしゃっていることを聞かなかった。Are we listening for God? 私たちどうですか神様が私たちに語ってらっしゃることを聞いていますか They pursued their own plans. そしてまた人々はですね自分の心の計りごとのまま歩んだ自分が決めた計画に基づいて歩んでしまったという意味です。

私が自分が計画するときにまず神様を求めて、神様どのように計画したらいいですかっていうことを求めて計画をしていくならば、その計画はもっともっとスムーズに進んでいくんですね。No、そしてそれをしていくときに後悔はやってきません。 えー、私たちが正直に考えてみて、後悔したことを過去を振り返って後悔したことがあったら、その後悔したことの理由は、やはり神様を求めていなかったから、神様のがその中にいなかったから、後悔というものがやってきたと思うんですね。<that> right? そうですか、皆さん。<laughs> <laughs> they were stubborn to do what they like. How often have we had a leader or someone share the Word of God and the right way to walk, and we still choose it's okay. This is my life, I want to do it my own way. How how often, how many have we ever had a leader who have, Stuck to our own plan. 私たち、教 o k リ no l e d e r とかが、が神様の道はこうですよデスヨコノミチガス、カミサマノズンデラシャルミ私たちにせっかく話してくれたのにそれに対してカタなナなナテ、ココロヒラカズニ、モジブンがキメタミチュア、イテシマタコトガ、ナンバルデショ。And when you look at their lives, what happens? They went backward and not forward in their relationship.

Special guest speakers next week from the Hawaii team. But the following week we're going to talk about uh, We're going to talk about how can the self life be conquered and what must I do? ですから2週間後になりますけれども、このメッセージのシリーズの続きとして、えー、私はその自己,自己的人生を克服するために何をするべきかというポイントに <Rise Heart. S 1>、えー、移りたいと思います。So, 今朝メッセージを閉じますけれども、最後に心よ、目覚めようという賛美をしたいと思います。ーチムの方はまた前に来てください今から賛美をしますけれども、その歌詞の内容を考えながら皆さんに歌っていただきたいんですね。 今から歌う賛美はこのようにの歌詞になっています。心よ、私の魂を目覚めなさい。So、自分の心が目覚めて、まず自分の心がどういうものであるか、実際に自己中心的な、自己的なものがあるということに気づいて、気づいたらそれをイエス様にお捧げする。 そして2番の歌詞は、ah, 聖なる方よ、私のところに来てください。息吹を、oh, 私の人生に吹きかけてください。Of what Jesus has done for us 私たちの、oh, 縛っている自己的な 態度というものの鎖を私たちは打ち破ることができます。それは自分の力ではなく、イエス様が十字架で十字架にかかって死なれたからです。So、皆さん、お立ちください。主に向かって歌いたいと思います。 Fall, rise high in me Awake my soul Rise high in me Jesus is paid the price for all redeemed creation from the fall Top of our Lord, holy, holy, is there a we're singing song? And we sing it now, and the top of our Lord. 天のお父様本当にこの日を感謝しますあなたがもう一度私たちの 心を目覚めさせてくれたことを本当に感謝します私たちが長い間クリスチャンをやっている中でもう一度あなたに目を見開いてあなたをまっすぐ見続けることができますように天皇お父さま本当にこの日を感謝しますどうか私たちがいつも信仰を持ってあなたについていくことができますように本当に私たちが許されたものであって恵みの中で生きていくことが本当に私たちの祝福なんだということをもう一度 思い起こすが思い起こすことができますようにあなたが私たち一人一人に祝福を与えてください本当にこの時間を感謝します。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメンあ、りがとうございます。りいりいます。あ、りいます。 祈りが必要な方は前に来てください、一緒にお祈りしましょう、まあ、祈りが必要ない方は2階で交わりの時を持ちたいと思います。